はそのまま大丈夫です。スタッフが直ってます。スタッフのまま上がってください。G2 のレベルも本当に上がってきているので、昨シーズン非常に厳しい戦いが待ち受けてますけど、多分自分たちの目標は J1 昇格するんだっていう強い気持ちと、J1 ライセンスが降りるということを信じてもう戦っていくしかないかなと思います。降りる降りない関係なく、この3年間本当に上見て戦ってきましたし、このチームを強くしたいという気持ちでみんな戦ってくれたので、本当にいい積み重ねができたと思いますし、今年はもうその J1 昇格できなかった気持ちをこのキープつけて昇格したいなと思います。鹿島対談するって言った時点で鹿島のことを忘れてこちらの気持ちになっているので、しっかりその切り替えできてますし、本当にみんなで J1 に上がること、この選手はこういうプレーが好きだな、このプレーが得意なんだなっていうのが大体分かってきましたし、これからどんどんまた新しい発見が出てくると思いますけど、そこをしっかり自分で理解して考えてチームに生かしていければと思います。ぜひみんなの力で、サポーターも含めてチームみんなの力で J1 昇格を目標に頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。じゃあプレーオフをまずやっぱり6位以内を目指すというところと、あと、プレーオフ圏内の中でも6位、5位と3位と4位ではホームでできる、できないという違いもありますし、なおかつ1位、2位というのはストレートインできるので、まず自分たちが6位以内の、どこのポジションでいいですから、とにかくそこに入っていくということが大事だと思うので、まずはそこを目指してやっていきたいなと思います。一昨年は5位で、昨年は7位ということで、十分6位以内は狙えるだけの力はつけてきたと思うので、そこを目標にしていきたいなと思います。ただ一人一人がレベルアップしていかないと、より価値点と順位を上げていけないので、まず1次キャンプではしっかり個が伸びるような、そういうキャンプしたいですし、でチーム戦術も昨年以上に、グループとして戦えるような、そういうチームにしていきたいと思います。今の、選手たちのチーム戦術の浸透している部分であったりとか、新しく入ってきた選手の特徴であったりっていうのは、自分が目指すサッカーに十分マッチしていけるだけのメンバーは揃ったんじゃないかなと思います。ですから、より結果と自分が目指しているサッカーの内容とフェアプレーっていうのは、高いレベルで
を目指しているんじゃないかなと思って。